はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、じゃあパパを書いていきたいと思います。カラピチメンバーの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。まず輪郭をお餅みたいな感じでくるくるっと書きます。で、耳で、目は右目をインクさせていきます。で、二重のライン。で、だいたいこの輪郭の真ん中ぐらいのところに鼻をチュンと書いて、右目ですね。右目は上のラインをちょっとグイーンと上げて、で、瞳をくるくるくるっと縦長の丸で書いて、で、ハイライトの白い丸。で、黒い丸。で、下に半円を描きます。で、二重のライン。眉毛、キッ。キッ。左目の方はウィンクしているので、眉毛との距離を結構長めに開けます。で、口をちょっと上に描いて、牙。よし、ほっぺ、くるくるくる。くるくるくる。で、前髪は右目の端からスッと上に上がったところから、下ろしていきます。で、ちょっと左目側に流して。で、耳の横こっちで、右目側はスーッと斜めに下ろしていってチュッで、外をはね、内へはねと、でこのちょっと輪郭重なってるとこ消していきます。で、この端っこからくるくるくるっと丸くで、ここストーンと下ろして、この耳かなってるところも邪魔なので消します。で、もうちょ、くるくるくるっと外に書いて、ズーム。三角で。で、くるくるくる。で、後ろにもズーム。ズーム。で、牙を三角で。いいか。ちょっと間開けて、で、目は四角で、中にちっちゃい四角を描きます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か描いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。